霧明け温泉霧明け温泉は、長野県下見の地群栄村の秋、山郷南部にある温泉である。霧明け温泉を流れる中津川の砂岩には、河原に温泉が湧き出しており、川の湖を掘り天然の露天風呂を楽しむことができる。湧出温度が摂氏50度を超えるため、川の水を引き込み適温に調節して入浴する。宿泊施設は3軒。霧明けリバーサイドハウス。 卑怯の宿行き明かり、霧明温泉畑本、小川角が営業しており、それぞれ日帰り入浴も扱っている。孫氏によると、霧明温泉に関する現存最古の記録は、江戸時代中期の教報七年。当時客のための不審が完成四年から始まった。千七百年頃、三つ栗村の名主、島田三在門がこの地に温泉を発見し、営業を開始したが、江戸時代後期に、 水害で流されてしまった。それから250年余り経った1972年に、境村村への小川閣が営業を再開した。新潟県津南町の中心部から、秋山号入り口までは、南越後、観光バスの路線バスが、三玉バス停から、霧明け集落までは、予約型乗り合いタクシーが運行されており、接続するダイヤが組まれている。詳細は、 秋山号交通を参照。ありがとうございます。